こんにちは、大阪のインマヌエル堺キリスト教会の牧師津田聡樹でございます。今日は5月2日一応平日ではありますがゴールデンウィークの中の日であります。ですから会社が休みを取ってたりあるいは、学校がもう休みにしているところもありましょうし、あっても有給を取って連休にしている人もおられるのではないかと思います。そんな中で旅行中の方もおられるかもしれません。実は、3月の半ばに4月から、社会人として家を旅立ってゆく息子と一緒に、旅の途中、上京して埼玉の方の施設に泊まっていたんですけれども、朝起きて、そしてテレビのない部屋でしたけれども息子の持っていたコンピューターを開いてインターネットにつないでこの QT の番組を朝早く一緒に見ました。そして家を離れて一人になったとしてもこのコンピューターをお気に入りにしておいていつでも QT とか見ながら神の言葉と一緒に生活できるでしょうと、言って朝一緒にお祈りをしたことです。このコンピューターがあればどこに行っても世界中どこに行ってもつながるところならばこの御言葉のメッセージ、いろんな先生方のメッセージに触れることができます。旅行中でも神の言葉に触れながら進めるということはなんと幸いなことでしょう。今日のテーマは神に望みを置く旅人の生き方となっています。さあ今日の聖書の箇所を読んでみましょう。ペテロの手紙第1章13節から25節。ですからあなた方は心を引き締め身を慎みイエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わずあなた方を召してくださった聖なる方に倣ってあなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのならあなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。ご承知のようにあなた方が父祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと血によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたがこの終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。あなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようでその栄は皆草の花のようだ。草はしおれ花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。昨日の箇所であるこのペテロの手紙第1の1章の前半でもこの手紙の対象がユダヤ人や迫害下にあるクリスチャン
そしていろんな場所に散っている寄留者たちに向けて書かれた励ましの手紙だと、見させていただきました。ヘブル人への手紙などを見ても同じような表現が使われていて、私たちはすべて天に向けて旅をしている旅人、永遠の天の住まいに向けて旅を続けている寄留者だというのです。そしてこの地上の生活とこの肉体も、この地上にあるだけ、究極的なゴール、神の国に着くまでの途中の仮住まいである、この体も私たちが住んで仮に住んでいる仮住まいだというふうに言っているのです。そういう前提でこの手紙を読むようにと、心備えを迫られます。旅人はしばしば迷います。また疲れます。不足を覚えることがあります。また不安を感じたり不自由を感じたりすることがございます。台湾で宣教師をしている時でありました。台中市というところに住んでいたんですけれども、山の中にそこから入っていくと、リシャンという梨の山と書くリシャンという山があって、そこに数日の旅をすることにしていました。しかし夜旅だったので、途中から本当に日本では考えられないぐらい街灯が全くない細い山道をくねくねと登っていくことになったのです。そして真っ暗ですから、左右にどんなものがあるのかもわからない、ただヘッドライトが照らす道を進んで行き、この先本当に着くのだろうかという不安も持ちながら、けれども狭いですから、もし止まっていてトラックが前や後ろから来たりしたら、時々すれ違うんですけど、恐ろしいことになってしまうので、とにかく行き着くしかない。そして着いたところが、やっと着いたんですけれども、そのホテルでは12時過ぎても1時過ぎても、あなたが着くまで開けといてあげるからって言ってくれてたのに、完全に鍵が閉まって鎖までついていて、大きな声出しても音を叩いても誰も出てきません。ですから車の中で過ごしました。しかし車も約2000メートルぐらいの標高でしたから、非常に寒くなったし、エンジンをつけて暖房を取ろうかと思ったんですけれども、ガソリンスタンドも途中で見かけませんでしたから、ガソリンがなくなったらもっと大変なことになると思って、寒い中、車の中でガタガタ震えながら一晩過ごしました。しかし途中でちょっと用を足すために車から出たのですけれども、ふと見上げると満天の星空を見ました。星を見つけた、一番星二番星って見つけるんじゃなくって、もう星がずっと覆っている、その星の隙間に時々暗い夜空があるというような、まさに満天の星空。アブラハムが見たのもこういう星空だったんだろうな。そして神様はアブラハムに、この星を数えてごらんなさいと約束をした時に、アブラハムがいえいえとんでもないと神様の臨在に圧倒されたように、私も神様の力とご臨在に圧倒されたような気分でした。そして旅の安心、電気があるとかガソリンスタンドがあるとかいうことよりも、もっと大きな偉大な安心感をそこで得ることができました。夜が明けてみるとガソリンスタンドがすぐそばにありました。心配しないで暖房つけとけばよかったと思ったのですけれども、しかし大きな安心をそこに得ました。人生の旅人としての生涯は、台湾の旅が、その旅が終わっても、また日本に帰国しても今なお続いています。で、頼りになるのは街の明かりでもガソリンスタンドでもなく、神様ご自身です。この方さえ頼っていけば大きな安心の中を歩んでいくことができる。またこの神様を私たちにはっきりと示してくださる、分からせてくださるのは聖書の御言葉です。20節には、世に生まれ、そして十字架に私たちの罪を背負って死なれて、そして死を打ち破って復活されたイエス様を信じて生きるのがクリスチャンですけれども、その信じるイエス様を私たちに与え、そしてイエス様を復活させなさったのは、そしてそのことを通して彼に栄光を与えられたのは神だ、神ご自身だと書かれております。また22節を見ると、
あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさいと。旅は道連れと言いますけれども、この地上の旅路にも旅の仲間の存在は心強く、また頼もしく楽しいものでございます。教会の友人、クリスチャンの友人はライバルではなく、旅路のパートナーである兄弟姉妹として愛し合うことが強く勧められています。そしてその兄弟姉妹同士の要は、それを結びつけたのは真理に従うこと、つまり神の御言葉に従うことによって、それがなされたのだと。また自分自身の個人的な救いの土台になったのも神の御言葉であります。そして永遠に変わることのない神の御言葉は、私たちが地上の旅路を全うするために欠かせない、そして十分な道しるべです。この神様のお言葉さえあれば、私たちは一歩一歩次に進んでいくことができるのです。しかしこの神様の言葉抜きに、私たちは結構いろいろ知った経験を積んだ自分でそろそろ生きていけるよというようなことを思うかもしれませんけれども、それは地上の生涯だけなら何とかやっていけるかもしれませんが、ゴールであるところの天国に行き着かせることはできないのです。神様の御言葉、これに望みを置いて、私たち旅人はこの人生を歩んでいるのです。ちょっと前までは珍しかったカーナビゲーション、今ではほとんどの車についているようになりました。私も長く使わないで、頼らないで、自分の地図を見ながら、することが好きでしたけれども、一度カーナビを使い始めると、便利なものだなと思います。カーナビと地図の違いは、東西南北を決してカーナビは間違えない。地図を見ていると、見方によって自分は今どっちに進んでいるんだろうと、間違えるととんでもない方向に進んでしまうんですけれども、カーナビが自分がどこにいて、で目的地はどこかということをはっきりしていて、そしてどっちに進んでいるのかということが分かり、間違えると教えてくれるということであります。遠回りのように見えても早い道を知って教えてくれます。人生のカーナビのように、神の御言葉は私たちがどこにいて、どこに向かうべきで、そしてどこに向かっているのか、間違った時には教えてくれる素晴らしい道しるべです。これをくださった生ける神様に従って歩んでいくことができます。一言お祈りしましょう。天の神様、私たちは地上では旅人です。そしていろいろ知らないことが多くある道、思わぬことが起きるその旅路を歩んでいます。しかし、あなたとあなたの御言葉は、私たちが何者であるかを知り、またどこに向かって進むべきかをはっきりと知った上で導いてくださいます。ですから心配なく頼って進むことができます。どうぞ謙虚に、また心からあなたの御言葉を信じて生きるものとならせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。